我々もイシュガルドの情報をつかんではいたのだが、ここまで急を要する事態になっていたとはな。我々クリスタルブレイブはアイメリク教の要請に応じ、防衛に援軍を派兵するつもりだ。承知した。お二方とも異論ないな。ええ、問題ありません。クリスタルブレイブの派兵については何ら異論はない。速やかに展開できるよう各所に根回ししておこう。問題は我々がどうするか。どういうことだ。現状ではエオルゼア都市軍事同盟から簡単に戦力を出せんということだ。我々三国は未だ蛮族との対立が続いている。日々蛮族を抑え蛮神の権限を封じているのだ。アルフィノ殿が把握していない範囲でもな。それにアウトロ戦区も捨ておけません。この三者が停戦を誓ったところで、テレジア・デレジのような御人が独走すればどうなるか、結果は明白でありましょう。それではエオルゼアの危機を目前にして戦力を出せないと。慌てるな。そうではない。主戦力になるほどの援軍は出せぬということだ。同盟軍からもいくらかの部隊は回そう。ただしあくまで補助戦力と捉えてもらいたい。本格的に派兵できないにせよ、各国のグランドカンパニー内で所属する冒険者への協力要請を出すことはできます。各員の判断により助力に向かうよう通達いたしましょう。そうだな。正規部隊を回せない以上それが最善だろう。このような状況になっても有志の冒険者に頼る。あなた方はそれでもグランドカンパニーの名士か。エオルゼア都市軍事同盟はどうしたのだ。こういった時にこそエオルゼアのために動くのが同盟軍ではないのか。アルフィノ殿、我々はグランドカンパニーの名手である前に国の代表だ。無論エオルゼアの太平のために努力は惜しまん。イシュガルドの同盟軍への再加入も願うところだ。だがそれ以前に国と民を守らねばならん。自国を守り他国と協力してこそ初めてエオルゼアという大地に目を向けることができる。どうかそこを理解してほしい。わかりました、メルウィブ提督。無礼な言葉遣いで失礼した。貴様を同盟軍冒険者選抜隊の隊長として任命する。各国のグランドカンパニーに所属する冒険者を集い、イシュガルド防衛の任についてもらいたい。ナナモ様、不滅隊から少しでも多くの戦力を回したく存じます。そこで同人団の権限を一時的に拡大、不滅隊が受け持っている治安維持にあて余力ができた部隊を順次派兵するというのはいかがでしょうか。
ナナモ様。おう、すまぬ。問題ない。良きに計らえ。七尾様はお体の具合でも悪いのか？いえ、そのようには伺っておりませんが。そうか、ならいい。
What?